動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子の馬場慎です。この動画にコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。周りすごい雪になってます。南会津町なんですが、3月なんですけども、この状態でして、周りに誰もいないことを確認して、マスク外した状態でお話をさせていただいています。この動画ではですね、と向こうに建物あると思うんですが、グリーンホテル港さんというホテルに今回2日間お世話になることになっています。グリーンホテル港さんなんですけれども、1階部分はコンビニになってまして、2階にフロント、そして朝食を取るためのスペースがあります。3階から5階が客室になっているんだそうです。こちらのホテル、通常素泊まりプランで宿泊すると5500円かかるんですけれども、今回僕はなんと2泊朝食付き6000円で予約できました。なぜその宿泊予約が可能になったのかお話しすると同時に、グリーンホテル港さんの施設内のレビューしていきますので、ぜひ最後まで見てください。きついわよ。では、今回の旅も始めていきたいと思います。今からチェックインしてみたいと思います。こちらが今回のお部屋です。早速入ってみましょう。では今回2日間お世話になるお部屋見てみましょう。ここにハンガーと鏡があります。鏡はこんな感じの姿見になってますので、僕にとっては非常にありがたいです。こういった姿見の鏡があると着付けがとてもしやすいですから。奥へ進みます。奥へ進むと小さな鏡とテレビがあって用品がついています。ここに ID とパスワードがありますので、これで Wi-Fi が使い放題になるわけです。続いてベッド周り見ていきたいと思います。ベッドはこんな感じですね。部屋の大きさは大きくはないので、必要なものすべて枕元に揃っていますし、見ていただくと分かる通り、ここにアラームですとか必要なものすべて揃っています。こういった設備があれば十分快適に過ごすことができるんじゃないかなと僕は思っています。続いて浴室周り見ていきましょう。浴室はユニットバスといった感じですね。こんな風にトイレとお風呂が一体化しています。ボディーソープ、それからリンスインシャンプー揃っているので、アメニティの方は十分と思います。こちらには歯ブラシのセットもあります。上の方に予備のトイレットペーパーとバスタオルがいますね。浴室はこんな感じで十分広さはあります。こちらにもボディーソープとシャンプー、隣にはシャワーが付いておりますね。お部屋から見える会津田島の街並みはこんな感じです。結構いい眺め。暗くなってきましたし、ホテルの浴衣を着まして、ここからはどうやったら通常素泊まりで1泊5500円のこちらのホテルを2泊朝食付き5000円で宿泊利用できるのかについて、なるべく簡潔にお話をしたいなと思います。実は今回の宿泊に関しては、南会津町観光物産協会は2022年1月14日から2022年3月13日までに、南会津町で宿泊予定の人を対象に南会津に泊まって応援キャンペーンという割引のキャンペーンをしていました。予約の受付開始は2022年1月4日からなんですけれども、応募殺到のためたった10日ほどで予約受付終了。5000組あった予約枠が全て埋まってしまったそうです。僕は早い段階で予約してたので本当に良かったんですけど、じゃあどんな内容なのということなんですか。ここにテロップを出しておきます。ゆっくりご覧になっていただきたいんですけれども、簡単に言いますと、2022年1月14日から3月13日までこの期間に宿泊予約した方に、宿泊費3000円の割引、そして南会津町内の飲食店で使えるこちらのクーポンが支給されます。つまり合わせて4000円分の割引ということになるんです。ただですね、一つ条件
人がいまして、1予約につき2連泊までなので、こちらのグリーンホテル港さん予約するときにお話しいただいたんですけども、2連泊必須ですということだったんで、予約をさせていただきました。ありがたいことに朝食もつきますと、そこまで言っていただきました。で、併用ができない場合は、街のキャンペーン、他のキャンペーンの併用ということです。そして利用方法、これ大事ですよね。もちろん聞きたいところだと思うんですけども、まず、南会津観光物産協会のホームページに掲載されている加盟店、ホテル、旅館、民泊施設、この中から一つを選んで、その宿泊先に直接電話をします。電話をして南会津に泊まって応援キャンペーンを利用したい旨も伝えなきゃいけないですね。そうしましたら、ここに出てきていると思うんですけれども、個人の場合は個人の自宅宛に観光物産協会から宿泊割引のはがきが来ます。それを宿泊日当日に持参して、この割引券は有効になるとございます。僕も今回初めて使ったので、朝食付き6000円でできるんだろうかとだいぶ心配にもなりましたが、問題なく206000円で宿泊予約できました。このキャンペーン、僕もしっかり見たわけではないんですけれども、どうやら年2回ぐらいは開催しているみたいです。厳しい冬が毎年来るような環境ではあるんですけれども、たくさんの魅力にあふれた街であることは間違いないのかなと僕は思ってます。また皆さんの方でもぜひ南会津町観光協会のホームページをチェックして、次このキャンペーンいつやっているだろうということをぜひ探してみてください。おはようございます。だいぶいい天気になってきました。昨日の吹雪が嘘のようですね。さて、これが昨日チェックインした時にグリーンホテル港スタッフの方からいただいた朝食券です。このホテルの朝食とても美味しいらしいので、ぜひ皆さんにお見せしたいなと思います。この先が食堂になってます。
というわけで朝食もいただき、マッサージ機で体調面も整えて新しい旅に出かける準備が整いました。今回の旅動画を見て南会津町に興味を持って有意義な旅をしていただけたらなと願っています。今回の旅動画どうだったでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。